速で安定した無線通信装置ならこれ。いやすごい人だな。パブリックビューイングでもこんなに人入んのか。サッカーの代表戦だからな。試合始まるぞ。あ、いきなりチャンス。いけ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 。打て打て打て。あれ？え？映像止まった。なんかくるくる回ってる。なんだよ、パブリックビューイングでもこんな読み込み中みたいなことあんの？いや初めて見たけど。あ、戻った。あれ？1点入ってるぞ。え？お、見逃してんじゃねえか。おい、おー、今のファール？いや、ファールじゃないだろ。あ、あれ？あ？また止まった。おい、なんだよ、電波悪いのかこれ。あ、戻った。レフェリーのイエローカード奪い合ってる。え？何が起きた？もしもし、 A じゃないかですか？パブリックビューイングでも止まることあるんですか？ここからは無線通信装置に関する新しい製品です。この装置を使うと長距離で高速の無線環境が簡単に構築できるということで、 LAN ケーブルを挿すだけの無線通信装置エクディを紹介します。パナソニックシステムネットワークス開発研究所の吉田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。吉田さん、エクディはエブリワンキャンドゥイットの頭文字でして、その名の通り誰でも簡単に高速で安定した無線通信環境を現場で構築できる、まあ、そういった製品となっております。私たちはパナソニックシステムネットワークス開発研究所というパナソニックグループの会社なのですが、1988年の創業以来約35年間にわたり技術開発を専門としてまいりました。はい、例えば無線通信に関する開発といたしましては、携帯電話の端末、それから基地局の開発にもですね、長年携わってまいりました。今回紹介させていただくエクディは、これまで蓄積してきた技術を結集した自社初の開発製品であり、これを機に貢献領域の拡大に向けて事業の多様化に取り組んでいます。これだから僕まさに昨日ロケでネット環境でつないで、収録するときにリハまでよかったのに本番になるとね、繋がらなくなったりするんだよね。あるあるある。そういうところでもやっぱり活躍できるっていう。はい、エクディでは Wi-Fi などでは実現が難しかった高速低遅延長距離の無線通信を誰でも簡単に実現できる 60GHz 小型無線通信装置です。そうなんだ。電波はですね、周波数が高くなるほど光の特性に近づくことで直進性が高くなり、技術的に使いこなすことが非常に難しくて、これまでは敬遠される傾向がありました。このエクディではですね、あえてこの 60GHz の電波を使いこなすことで高速無線通信を実現しております。使いこなしたんだ、ついに。ここからはパナソニックシステムネットワークス開発研究所の荒新さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エクディですね、見ての通り、手のひらサイズに持ち運びが設置簡単にですねできています。おやきと子機の、簡単な設定をですねやっていただいた後に、電源が供給されるLANケーブルを、プスッと挿すだけでですね OK です。今撮っている映像をエクディで送ってモニターに映し出しております。こちらのですねエクディの前でですね、電波を遮ったりとかエクディ自体をですね動かしてみたりとか、ちょっといたずらをしてもらっていいですか？どういうことですか？全然乱れない。全く乱れないですね。なんともだ、なんとも。それでもないですよね。どうですか？まだ隙間あるよ、耳のところ隙間ある。隙間あるよ、そう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 。どうですか？酒井が通しやすいのかもしれない。これがですね、エクディの売りでもあります。もう微妙な接地をしなくてもですね、通信が途切れないところにあるんですね。すごい。先ほど吉田が言ってましたけれども、60GHz 帯はですね、直進性がとても強くて位置合わせがとても大変だったんですけれども、ビームフォーミング技術というものをですね、自動的に追従することができるようになりました。で、エクディの間が 500m も離れているとですね、なかなかもう見えないんですね。なんとなくこの辺かなと向けるだけでですね、簡単に接続することができます。マジですか、すごい。このようなですね、ビルとビルの間を、高速無線で結ぶことができますので、ネットワーク回線で結ぶときに、光ファイバーの工事をしなくてもですね、簡単に構築することができます。
あとはまあスポーツとかライブのですねパブリックビューイング、まあ、それがどんな場所でもできるようになります。安定して遠くまで飛ぶ無線環境がなかなかないと難しかったんですけど、うん、XD なら高速で低遅延の無線通信環境を構築できますので、屋外でのライブ中継、まあ、そういったところにも活用いただけるんではないかなと思います。またあの XD とつないだですねパソコンの画面で、まあ、無線の状態、まあ、受信電力とかですね、まあ、ビームの方向などをこういったダッシュボード上で確認することができます。500メートルも離れているとですね、うん、接続相手がほとんど見えないんですけども、うん、このダッシュボードを活用するとですね、まあ、ビーム方向がどっちを向いているのか、まあ、簡単に分かりますので、うん、接続もですね非常に簡単にできちゃいます。なるほど。エクディの機能や導入例など使い方についてはホームページをご覧ください。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、エクディ承認です。承認いただきます。